アーネスト・ヘンリー・スターリングは、イギリスの生理学者で、この分野に、多くの基本的なアイデアを提供した。これらのアイデアは、当時世界をリードしていた、英国の生理学への貢献の中でも重要であった。王立教会より、1904年クルーニアンメダル、1913年、ロイヤルメダル受賞。同年に、王立教会フェロー選出。 彼は少なくとも4つの重要な貢献をした h e オルソ o ロート・ザ・リーディング・テキストブック・オブ・フィジオロジー・イン・イングリッシュ・ウィッチ・ランスルー20エディションズ。防災血管では水は清水圧によって壁の穴から押し出され結晶タンパク質の浸透圧によって押し込まれる。これらの相反する力がほぼ均衡することをスターリングの原理という。義理の兄弟であるウィリアム・ベイリスと共に ホルモンであるセクレチンを発見し、ホルモンという言葉を導入したこと。ポンプとしての心臓の働きを分析し、フランク・スターリングの心臓の法則として知られる、法則を得た。腎臓の働きに関するいくつかの基本的な観察。氷尿ホルモンであるバソプレシンの存在を証明したことなどである。ひ孫の二人、ボリス・スターリングとベリンダ・スターリングは、共に作家である。 ありがとうございます。